ギドン・マルクソビチ・クレーメルは、ラトビアのリガ出身のドイツ国籍を持つバイオリニスト、指揮者。ラトビア5名は、ギドンス・スクレーメルス。父母共に、公共楽団のバイオリニストで、祖父、ゲオルク・ブリュックナーは、リガ歌劇場のコンサートマスターだった。4歳の時から、巧妙なバイオリニストでもある父と祖父よりバイオリンを習い始める。7歳の時に、 リガの音楽学校へ入学し、16歳で早くも国内の音楽コンクールで優勝した。後にモスクワ音楽院へ進学し、当時教団に立っていたダビッド・オイストラフに8年間支持する。この間、1967年22歳の時にブリュッセルで開かれたエリザベート王妃国際音楽コンクールにて3位に入賞し、1969年の パガニーニ国際コンクールでは優勝。翌1970年のモスクワで開かれたチャイコフスキー国際コンクールでも優勝する。ソビエト連邦内のツアーを行った後、1975年にドイツで初めてのコンサートを開き、西側ヨーロッパでの鮮烈なデビューを飾った翌年、ザルツブルク音楽祭でさらに評判を得る。1977年には、 ニューヨークへも進出し、アメリカでも、名声を博した。自身が注目を集めるにつれ、若い演奏家の育成、発掘にも尽力するようになる。ドイツに亡命した翌年にあたる1981年には、ロッケンハウス音楽祭を自ら創設し、マイカオーストリアにて、室内学の音楽フェスティバルを開催する。彼は、無名の演奏家やアンサンブルを積極的に、 出演させつつ、自らも交流も深めることを続けていた。1997年には、バルト3国の若い演奏家20数名を集め、クレメラータ・バルティカを結成し、ヨーロッパのみならず、アメリカでもツアーを行う。2001年のユネスコ国際音楽賞を受賞、2002年のグラミー賞の最優秀。 スモールアンサンブルパフォーマンス賞受賞など、旺盛な活動に高い評価が下されている。使用楽器は、ストラディバリ、1730年生、グアルネリ・デルジェス、エクス・ダビッド・トーヘ、現在は1641年生、ニコロ・アマティ。自伝を含めた3冊の著作は日本語にも翻訳されている。2016年、第28回。 高松宮殿下記念世界文化賞を受賞。私生活では3度の結婚歴があり、2度目の妻はピアニストのエレーナ・バシュキロワ。彼女はクレーメルと離婚後にダニエル・バレン・ボイムと再婚した。ありがとうございます。